エリザベス・ホームズはアメリカ合衆国の実業家、医療ベンチャー企業セラノスの創業者兼 CEO だった。詐欺罪で告発されている。2003年、スタンフォード大学の科学工学科の2年生の時に大学を中退して少量の血液で200種類以上の血液検査を迅速かつ安価にできる医療ベンチャー企業のセラノスを創業した。 2014年6月に380億円を調達して、セラノスの自家総額は9000億円になったとされ、株式の過半を所有する創業者のホームズは、自力でビリオネアになった最年少の女性として話題になった。スティーブ・ジョブズを意識してか、常に黒のタートルネックのセーターを着用している。このため、セラノス社の室内温度は18度前後に設定されていた。 セラノス社は、画期的な血液検査技術の開発で投資家から資金を得ていたが、アメリカ食品医薬品局などの調査により、自社の技術を使用した検査は一部に過ぎず、大半を他社の検査機器などで行っていたことが指摘されるようになった。2018年3月、証券取引委員会と詐欺罪に関する訴訟で和解。ホームズは、セラノスの支配権を放棄した上で、 株式の大半を返還し50万ドルの罰金を支払ったほか、ホームズが保有するセラノス株1900万株の放棄、今後10年の間、上場企業の役員や取締役への就任を禁じる内容となっている。ありがとうございます。